いや、でも、ね、おしなべて、うん、あの男の趣味は合いません。そうですか、はい、うちの母は大麺食いなんで、そこだけが唯一母と、あ、お母さんは麺食いさん、大麺食いです。それで丹蜜さんは、うん、全然なんです。あの麺食いではなくてどういう人が好きなんですか、はい、あの外表で全然評価しないんで、やっぱり性格とか人柄、はい、だから技術さんとかに目がいっちゃうんですよね。技術さん素晴らしいもんね。そういうあの変なね、あのイケメンのね俳優さんとかあまり簡単に目をバレちゃダメよ。そうなんですよ、ね、安心して。あれはオブジェです。ああいう方々はオブジェと一緒なんで。うわ素晴らしい。これね、世の男性がテレビで聞いたらみんな安心するわ。